てくださいね。火がついているようです。チャンピオンズトロフィー、今試合開始です。左にいる男は黄色のユニフォーム、ラテンの太陽、ゴールデンサンターナ、フォーメーションは4-3-3。一方右にいる男は水色と白のユニフォーム、アルゼンチン、キラー B、 アリデーン・ミキサー。引きますは名采配、マルロ・ケンテス監督。フォーメーションはこれは入った、確実にものにしました。狙いすましたゴールでした。前半13分、キックオフです。ルシオ回していく、ペレ、ペレ果敢に攻めます、取り戻す、抑えてボールを受けて縦に出してきた、カニーゲン、さあアリゲンミキサーボールを渡します。上がるのは右サイド、メッシ、シュート、観客席も沸いています。前半26分、キックオフです。止めて、さてつなぐ、このボールをこの位置から、ここで打ってきた、取り戻しました、ネスト、ボールを受けてここはつなぎます、レオ、トラック、ロベルト・カーロス、持ちます、シュート、ゴール、1対2、フィリオド・ベント、ロベルト・カルロス、ビューティフォーゴール。ディフェンスオールの一瞬の隙を突いたゴールでした。前半43分、キックオフです。抑えて、さあここから反撃ののろしが上がるのか、今ホイッスルが鳴りました。1対2、ハーフタイムに入ります。後半スタートです。スメアレ、さあアリデーン・ミキサーパスを送ります。止めて、サバルタ、スメアレからバラドート、これは鋭いパス、ドゥンガー、消極的なプレーが目立ちます。デメンス、ここはオフテイ、ここから、なるほど、得意の右シュートです。同点ゴール。後半13分、2対2、ゴールに叩き込んだ、うまく押し込みました。ゴールデンサンター一度に2枚を使ってきました。後半15分、キックオフです。さあセンシーリ、センシーリ、
ラ。回していくエウベル。ボールを回します。さあゴールに取りかかるのを見せるか。割って入ります。トラ。レオニダース繋いでいきます。リバウンド。ボールを出します。ワトメッシ。まさにファンタジスタ。このまま終わってしまうんでしょうか。取り戻しました。この位置からジュリウス・エーザー前に出してワントラップ。止めて、ここはエウベン。キーパー、キーパーからボールが出ます。トラップ。オジー回していく。ボールを受けてドゥンガー。ホームアンダーウェイ方式のこの試合、無事勝利を収めています。天候の中、実況を岡田武彦がお送りします。ハリケーンミキサー、バサベだ。力がみなぎっているのが目に見えます。チャンピオンズトロフィー今スタートしました。左にエンドを取るのは水色と白のユニフォーム、アルゼンチンキラー B。 ハリケーンミキサー指揮を取るのは名采配マルロケンペス監督。フォーメーションは 4-3-3。爆発的な攻撃力を備えるチームはどんな攻めを見せるのか。右から左に攻めます。紫のユニフォーム、ユーロファンタジーユーロワール。フォーメーションは 4-3-3。 右から攻め上がります。サバーナタ抑えてドリブル。あっと、バサベだ。イエローカード。さあプレー再開です。送りました。抑えてケンペース。パス。ワトケンペース。フララン止めて持ちます。間を通す。止めてフッピー。止めて縦に送って一度外に出して、よく見ていました。パス。止めてマルロケンペス監督。テクニカルエリアまで身を乗り出しています。アウシャビー。さあペルーヤ左サイドを駆け上がります。取り戻しました。パス。ケンペース。これはオフサイドのようです。ユーロファンタジーユーロワール、巧みなラインコントロール。フリックから試合再開です。何して技をでした。攻め込んでいきます。奪われます。ここで審判の笛が鳴りました。0-0。前半45分が終了です。さあ後半戦が始まりました。ロドリゲス抑えてもう打つ。中央に出します。これは止まりません。ここは切り抜けます。ボールを渡します。抑えて、これで試合の変化に期待が持てます。ボールを運ぶ。左足でシュート。回避。ゴールラインを割りました。ハリケーンミキサー、さあチャンスです。素晴らしいカバーリング。チェンペース。彼のパスが生きれば試合が動くかもしれません。運んでいった。クロスを入れる。得意な左。チャンスが続きます。さあ
どんなボールを蹴ってくるのか。祈りました。アウト。抑えて横に送ってここはボールを運びます。フッティー持っていく。ボールナイスカバー。このパスはケンペース。右足でシュート。絶好の位置。アクーフェ。この後どう試合は動くのでしょうか。キーパーボールを出します。押さえて持ちます。中央からアンビアスをテクニックを見せます。シュート。ゴーイン。後半35分。縦の申し子クラビオカリーヒャ。待望の先制点です。ガブリエルバティストゥーテパワーで守備網を切り開きます。後半37分。キックオフです。持ちます。ボールを渡します。トラックマイロケンペス監督選手に攻撃的な指示を与えているようです。押さえて、さあ、アウト。奪い返します。取り返します。ボールを回します。空中。マラドーナ。マラドーナ。試合終了のホイッスル。1対0。アルゼンチン、キラー B。ハリケーン・ミキサー。ゲームを制しました。裏に出してくる。ゴール前に入れてきた。クリア。打ってきた。
キーパーのペレです。キーパーがカンビアスを、そしてオージーマルロケンテス監督、何度も指示を出しています。ビッグチャンス、シュート、決めた、ゴールイン。後半28分、オズワルド・アルデレス、ネットを揺らしました。続いて決めました。ハリデーン・ミキサー。2人同時の選手交代でどういった戦術を見せるのか。後半30分、キックオフです。さあ、ユーロファンタジー・ユーゴワールアウシャビア、パスボールを受けて長野、パストーレ、パストーレ、さあレオ、右から攻め上がります。右から合わせる、素晴らしいカバン、よく見ていました。バサベだ、ラメッシ、レオ、打ってきた、ゴール、入りました。1対2、エルトロ、マリオ・ゲンベス、終了間際に貴重な1点をもぎ取りました。うまくねじ込みました。ここで審判のホイッスル、ハリケーン・ミキサー、オーマンダーウェイの2戦の結果、勝利をつかみました。割って入ります。サバーネタ。裏を狙う。
時間差です。選手交代があるようです。ピエカ・マラドーナ、どういったコンビネーションを見せるのか。これは通りません。レバンドフスキ。ほら。レバンドフスキ。レバンドフスキ。ボールを投げる。止めて。オリセイ。左に開いて、ラインにはアウト。パスを出しました。抑えて、切り込んでいった。得意の左で上げてきた。止めて、シュートを放つ。レッツ決まった。1対上風の申し子、クロディオ・カリーヒョ。監督の期待に応え続けます。ヤブリエル・バティストゥータ、このチームの切り札です。39分、キックオフです。パオリソーザ、素晴らしいカバーリング、抑えてパス。このボールをマステラーノ、ここで審判のホイッスル。1対0、チャンピオンストロフィー、マルロケンデス監督、また一つ勲章を手に入れました。ステラーノ、ケンペース。
ス。彼のパスが生きれば試合が動くかもしれません。セルジー。後半15分。アイデアに満ちた。さあ、ここで動きます。ポチェティーノ。ボールを投げ入れる。なるほど。ごめん。さあ、オーウェン。これは取られてしまった。これは、さあ、アンディアスを。さあ、突破していく。横に出しました。ケンペース。左マルロ・ケンペス監督。何度も声をかけているようです。サンクロン。ここから、エトゥー。ここから、周りを4分の前へ送って。攻め込んで、奪われ。長く激闘の末、ついにチャンピオンです。